リー、シャルル・ド・ゴール空港のウルマンホテルに宿泊しました。空港の無料シャトルでターミナル3で降ります。駅を降りるとすぐ目の前がホテルです。同じアコーホテル系のイビスホテルが隣です。チェックインの時チョコレートがもらえます。ランチがまだだったのでホテルのレストランでいただきましょう。たっぷりのスープとそれからハンバーガーです。パンが食べられないので相談したらバンズなしでハンバーグだけいただけました。お腹いっぱい食べたのでお部屋に行きましょう。早速ルームツアー。ハンガー掛けの下には引き出しが一つあります。一人だけの可愛い椅子、ベッドは2台でベッドサイドにはコンセントがあります。ちょっと作業ができるデスクがあります。バスルームはシャワーとバスタブがあります。窓の外を見てみましょう。飛行機が見えます。オレンジジュースもコーラもカップも全部一人分しかありません。屋内プールとジムがあります。こちらのフィットネスセンターには専用のエレベーターがあります。ロメインレタスも縦に切ってあります。ケーキのようにカットしてあるプディングがすごく美味しかったです。こちらです。ご視聴いただきましてありがとうございました。